今日は丸ごとレタスのサラダを作ります。僕の大好きなサラダです。ぜひ参考にしてください。ウィムッシュ。はい、それではサラダのトッピング作ります。まずニンニクのスライスとベーコンを油で揚げていきます。そしてニンニクはスライスします。まあ普通はねこう横に切っていっちゃうんだけど、今日はちょっと大きく見せるためにこんな感じで横に切っていきます。いい音してんね。ベーコンもね、本当にこれをもうカリカリに揚げることによって非常にサラダが引き立ってきますから、レタスとの相性は非常にいいです。はい、こんな感じでいただきます。そしたら、油はとどめますが、はい、あんまりね多くない油でいいと思います。このくらいかな。ほんでここで大事なポイントは、あんまりこの油の温度が高くなってきちゃうとすぐ焦げてしまうんで、少し温度がまだ上がらないうちに、まずニンニクを入れていきます。こんがりと、きつね色になるまで、こうすることによって本当香りがね非常によく出ますから。ここはしっかりとこうきつね色になるまで揚げていった方がいいと思いますから。よく油を、こう鍋を、回しながら平均にこう火が通るように、これ色つき始めたら一気につきますから、つき始めたらもう本当にこう注意して焦げすぎないように、そして油を切っておくと、切ることによってこうニンニクがパリッとしますから。はい、こんな感じですね。おお、いい匂い、いい匂い。はい、こんな感じです。 OK。 そしたらここに、ベーコン入れていきます。いいね。はい、油切りしておきます。はい、こんな感じですね。
トマトとレタス、そしてこうほうれん草を使ったサラダを作っていきます。そしてまたきゅうりもね、食感の、いいきゅうりを添えていきます。そしてトマトは、神奈川県産の相模原市のラブリーアイという、非常にね、甘みと酸味のバランスがいいトマトです。よしこ、皮の柔らかいプティプヨ。プティプヨってプティプティしてるのかな。はい、これを使って、サラダを作っていきたいと思います。ラブリーだよ、ラブリー、俺と同じだな。はい、じゃあですね、まずレタス、玉レタス1個ごと、切って、周りの周りのあれを外していきます。そしてくり抜きます。これね、豪快な食べ方、本当にね、僕の大好きなやつなんですけれども、まあこう大勢でね、食べるときは非常にいいと思います。はい、こんくらいくり抜きます。そしたら、これも使っていきます。はい、こんな感じで少し周りを整理していきます。まあ今日はね、ちょっと豪快にラディックのお皿を使って、そして切ったレタスは一緒に、シャンピニオン、これはね、僕の大好きなシャンピニオン、まだこれはね、白いのなかなかね、今入んないんですけどね、ちょっと食感が楽しめるようにちょっと厚めに切っていきます。入れます。シャンピニオンで大事なことは、よく汚れてます、砂が入ってますから、絶対水で洗わないことですね。そしてラディッシュ、ラディッシュ、ラディッシュは、縦に、切っていきます。そしてトマト、これも相模原、神奈川県相模原市産の、ちょっとこう、しっかり皮はちょっと硬いんですけども、湯むきしたものです。湯むきでして、皮を剥いてあります。でこれ本当は大きいのでも別に全然問題ないですから、切っていきます。ちょっとね、はい、プティプヨは皮が柔らかいですから、皮がすごい柔らかいんで、このままでも、大丈夫です。食べてみれば食感の違いがよくわかります。本当に相模原市のその方たちがすごくこだわって作っていらっしゃいますから、
はい、プチプヨですね、プチプヨ、はい。そしたらあとはきゅうり、きゅうりもちょっと皮むいていきます。そしてこの食感がね、また本当きゅうりを入れると入れないと食感が全然違いますから。はい、そしたらほうれん草、ほうれん草も手でこうちぎって葉っぱの部分だけ、葉っぱの部分だけを使います。で、芯のところはね、美味しいからちょっと飾りに使うのか。もうこれだけでね、本当にもう食欲が増します。もう作ってる本人がね、本当にお腹が空いてきたかなと思うんですけどね。はい、じゃあこれも一緒に入れます。もう手でいいですか、混ぜます。ドレッシング作っていきます。玉ねぎと、それからニンニク、それからオリーブオイル、そしてトマトケチャップですね。そして、クリスマス島のこう塩、これ非常にね、あのなんてミネラル分がすごくいっぱい入ってて、すごくあの辛いんだけども、なんかちょっと甘みがあります。そして白コショウでドレッシング作っていきます。ニンニクです。ニンニクをおろします。だね、うっかりすると自分の手までおろしちゃうからね、気をつけてやんないと、お前の手は食いたくねえからって誰も言ってねえか。はい、そしたら玉ねぎ、玉ねぎも、おろしていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしたらこれでドレッシングをあえていくんですけれども、この中であえると大変だから、まずオリーブオイルですね、トマトケチャップ、それからトマト、はい、さっきすりおろしたニンニクとオニオン、器を入れ替えて、この中で、ドレッシング作っていきます。そしてケチャップです。これね、ケチャップ入れることによって、こう、ニンニク、あの、玉ねぎの辛みが中和されますから。そしてトマトも少し潰して。
はい、そしたらここにオリーブオイルを入れて混ぜていきます。おーし、ちょっとねオイルとこう水分をつないであげれば少しこうあのなんていうまったりしたソースに仕上がりますから。そしてこれクリスマス島の塩です。ミネラル分が非常に多いですから、そんなに辛みは感じないと思います。もうだいたいね味の想像はもう自分のイメージの中で出来上がってて、おーうまい。そしたら、タバスコ少しあの辛みをつけるためタバスコ3滴4滴入れます。そしてシェリービネガー、非常に香りがいいです。シェリービネガーを少し入れてあげて、まあ、あとはね、好みで、レモン汁を少し絞ってあげるとかそういう風にしたら、おう、うめえ。よし、そしたらこれを盛り付けていきます。シャンピニオン、レタス、ほうれん草、それからトマト、ラディッシュ、少し和えます。でこれを、ダイナミックに、レタスの丸ごとの上に少し盛ってあげます。おっと、ダイナミック。そしてソース、最後に、先ほどニンニクの、カリカリ揚げたもの、そしてベーコン。おお、はい、ボナペティ。これのコンセプトはもうダイナミックにサラダバリバリこうみんなで食べてベーコンとニンニクの香りを一緒に楽しんでいただきたいです。ボナペティ。